はい、えー、どうもみなさん、こんばんにちは。たかぽんです。えー、今回はですね、オスのスキンの作り方をですね、一から教えたいと思います。はい、でですね、えー、今回使用するソフトオの、オスのスキンを作る際に必要なソフトですね。えー、まあ、今回フリーのしか全部使わない、フリーのソフト、画像編集ソフトを一つだけ使用します。 それはですね、えー、GIMP2 という、えー、画像編集フリーソフトフリーのフリーで売ってる、まあ、無料のですね無料の、無料でダウンロードして使用できるフリーの画像編集ソフトがあります。GIMP2 というものがありますので、そちらの方をですね、まずダウンロードしていただいていることを前提にやっ,ていけやっていきたいと思います。はいまあ、この動画をね、えー、見てからダウンロードした方も,方もいるかな。 まあ、いる、いると思うかな <laughs>。今、ダウンロードしてるとかあるかな <laughs>。まあ、いいや。えー、でですね、GIMP をね、まず起動してもらって、ギムプ2をですね、起動していただくっていうことで、えーっとですね、ちなみに、えー、まず、これ、作る前にですね、絶対に必要なものがあります。まあ、i m p 2もそうなんですが、それ以前にもっと絶対に必要なものがあってですね、それは画像です。 いろんな画像です、えー。自分の好きなアニメだったり、まあ、自分の好きなものですね。まあ、ボカロだったらボカロだったり、ミクだったらミクだったり、まあリ、レンスキン作りたい人はレンスキンだったり、アニメのその、なんだろうな、まあ、まあ、見てる好きなアニメとか、そういうスキンを作りたいとかって思ってる人はですね、えー、そういうアニメのスキンをですね、スキンを作る際に必要な画像をですね、まず、まず、 えー、ダウンロードしてて集めていいたただきたいです素材集めです必要なのは素材を集めてからはいまず最初絶対素材集めが一番です一番時間からかの素材集めですので、えー、本当に素材はですね、えー、自分の好きなやっぱり好きなものだったら結構まあいろその一つのキャラクターが好きだとか、えー、そのアニメのキャラクターとか そのまあ、アニメとかに関係なく、まあ、見やすいシンプルな画像を作りたいとかっていう人も見やすい画像をせん、ね、あの見つけたりとかする必要があるのでまずそこら辺をですね、えー、探していただいて、はい、画像を集めていただくということですね今回は、えー、シュタインズゲートというですねアニメにもなってるしゲームにもなってるし映画にもなってるしまあそういうシュタインズゲートというものの えー、画像をですね、使用して、えーまあ、全部集まってないんですけども、まあ、ある程度作っていきたいなと思います。このような感じで画像をですね、まず集めてください。はい。ね。このような感じで画像を集めていただくということですね。ではですね、まず画像を集め終わったらですね、オスの テンプレートというものがあってですね。OS のテンプレートというのは、OS の公式サイトの方からですね、ダウンロードできる、えー、OS のテンプレートスキン、デフォルトスキンですね、というものがあります。こういうものなんですが、OS のデフォルトの方は、テンプレートスキンはですね、このような感じのスキンになっております。まあ、デフォルトです。 このスキンを元に作っていきたいと思います。えー、なぜテンプレートスキンが必要なのかというのはですね、オスのスキンの大きさですね、ファイルのファイル、アプローチサークル、大きさ 126×128 とか、コンボバースト 467×700、467、高さ467、違うわ、えー、幅 いや、高さでしょう。高さですね。まあ、こういう大きさをですね、元にですね、作っていくという感じです。この大きさをですね、適切な大きさにしないとですね、まあ、おかしくなったりとかするので、えー、まあ、作る際にはデフォルトのこういう大きさから作っております。はい。で、ちなみに、 えー、テンプレートスキンのダウンロード先はですね、えー、動画の説明欄の方に貼っておきますので、そちらの方からダウンロードしていただいて、えー、回答をしていただいて、えーまあ、フォルダが開いた状態にしてもらって、してください。まず。で、えー、同じくこちらの方の素材の方のフォルダも開いた状態にしてください。ちなみに、 何度も、何個も開く必要あ、あ何個も開く必要があるのかどうかの話はですね、こんな感じにすぐ切り替えて、すぐあの画像がと入れたり、こちらの読み込ませるのに、早くすることができるので、こんな風にしてます。でですねま、まだこれでも足りないので、ピクチャーとかから右クリックをして、新しいウィンドウで開くを押すと、こんな感じで新しくウィンドウが出てくるので、3つ目のやつはですね、 オスのスキンズの方に行きましょうか。はい。こうしておきましょう。こちらの方のスキンズ、オスのフォルダのスキンズのスキンが入ってるやつですね。フォルダ。この部分に右クリックをして、新規作成、フォルダを押していただいて、そうすると、このような感じです、ね。名前をですね、じゃあ、スタインズゲートにしておきましょう。 シュタインズゲートにして、OK ですね。で、できたら、これを開いておきましょう。もう中身空っぽですね。うん。ちょっと今回、えー、自分のスキンから一つだけ取っておきます。えー。あ、違う違う違う。I-N-I ちょっとこれを取っておきます。自分のスキンから。 えー、スキンのね、ファイル名がいろいろあるんですけども、えー、なんだこれ。スキンのファイル名がいろいろあります。かなり、かなりの数あります。スキンのファイル名。このデフォルトのスキン、テンプレートスキンを見ていただくとわかるんですが、アプローチサークル、ブートンレフトとか、カウントワンツースリー、カウント, 1, 2, カ,ウント、えー、カーソル、コンボバースト、 スモーク、カーソルのスモーク、タイル、デフォルト、ファイルサウンド、ドラムのヒットノーマル、ヒットフィニッシュ、ヒットクラップ、サイダースライドとかいろいろありますけども、サイダースライドって名前ないな、フォローポイント、フルーツはあれですね、キャッチザビートを使用する際のフルーツです、ゴーはゴーとかね、いろいろあります。 でヒットは、えー、ヒットした時の300。デフォルトでは、激、えー、とか、勝つとかあります。はい。で、100とかね。うん。判定ですね。で、ヒットサークル、ヒットサークルオーバーレイ、えー、セレクト、ヒットサークルセレクト。えー、これはですね、キーですね。右側の、えー、o をプレイ中の押してるキーを、えー、なんだろうな。 判別しやすいようにさせるっていうか、うん、まあ、そうだな、押す起動した状態で説明しますかねなら。えー、テンプレートスキン。いや、まずギムプ閉じててもらって大丈夫です。今回使用しないですね。まず、あの、説明したいと思います。もう、まず、あのフォ、ファイル名知っとかないと話にならないので、デフォルトのスキンですね、これ。 はい、これがテンプレートスキンです。こちらの方のまず曲を選ぶ際にこれ、一つ一つのこれ画像なんですけども、これは OS のテンプレートスキンの下の方に行き、メニュー、ブートン、バックグラウンドというものがあります。こちらですね。こちらの画像が、えー、今現在のこの部分の、えー、ものになっております。 えー、あとはですね、このモード、モード図、えー、ランダム、ビートマップオプション図というのはですね、えーえー、っとですね、セレクション、この辺かな。この辺なんですよ。あ、ありましたね。モードですね、の、えー、モードオーバー。 これはモードですね。これはモードオーバー。えー、モードとモードオーバー何,何が違うのか。モードの状態は、今この MOD の、オスの画面の MOD の部分ですね。オーバーというのは、カーソルをその部分に合わせたときに、今光ってますね。色が変わりましたね。このような感じで色が変わってると思いますよ。はい。オーバーというのは、カーソルを合わせたときに別の画像に変わるんですが、その時の画像のファイル名ですね。 はい、いろいろあります。mod, fade in、えー、とか、flush、え、light、ー、とか、えー、そこら辺のやつは mod の中のこの f l ッ s h light は flush light、えー、ですね。mod, selection mod, f l ッ s h light という、えー、ファイル名になっております。このような感じで、ね、ファイル名がいろいろあります、えー。デフォルトのテンプレートスキンの方では、えー、フルーツの、えっ、ーえー、とですね、 モードのオスマニア、キャッチザビート、太鼓、オス、スタンダードですね、スタンダードのオス、太鼓、えー、太鼓、キャッチザビート、オスマニア、すべてのファイルが入っていますので、今回は、えー、今回使用するものはですね、えーまあ、スタンダードのみを変えるので、スタンダードのみを変えてしまうので、えー、ちょっと、 スタンダード以外のものは、ちょっと一旦こっちで削除しますね。スタンダードで必要なものだけ、えー、つく、残しておきたいと思います。えー、っと、そうだな。ちなみに、アットのなんちゃらはいらないな。 出てこないね。アットでしょへぇ、えー、出てこないんだ。これあ、アットだよね。まあいいや。えー、っと、フルーツでしょ。違う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 。えー、太鼓。 ま、あ太鼓のやつも全部いらないので、全部消しちゃいましょうか。よいえちなみにですね、OS のファイル名をですね、知りたい、えーまあま、結構詳しく、結構詳しくっていうか、俺が一番最初、ファイル名を理解するのに使用してたサイトがあるので、そちらの方の URL をですね、動画の説明欄の方に貼っときますので、そちらの方のサイトを見ながら、ま、あ一旦見ていただいてですね、 ファイル名がどんなものなのかを、えーまあ、理解してですね、いただいてからの方が早いかな。うん。こちらもいらないな。よし。 これで多分全部なくなったはずです。あ、マニアがあったね。うん。まあ、マニアも今回は作らないので、作りたい方は、まあ、 個人で作った方がいいと思います。これで OK だね。よし。して、デフォルトの方のこのスキン、デフォルトスキンではパかぶるので名前が。テストスキンにしときましょうか。あ、間違えた名前。まあいいや。はい。このようにして、 よし、新しく読み込ませましょうか。えっ、ーえー、と、ないっすね。な、ないですね。これか多分これ。かな。うん。多分これですね。はい。多分これです。多分ね。うん。でですね。えー。 今何分くらい ?14 分くらいか。じゃあね、えー、次回からですね、えー、まあ、まあ、やって、作っていきたいなと思います。まあ、説明も兼ねて、まあ、今回はちょっとあれだったんですけども、まあいいか。次回から、ギムプを使用してなら、順に作っていきたいなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。次回も。 お楽しみに